ここは国道13号線から、入ってきた山形県道の13号線、国道13号線っていうのはこっちですね。こっちが米沢城からずっとこう来て、線を来て県道13号線、山形で、ここは丹野こんにゃくさんっていう会社がやってて、こんにゃく番所、こんにゃく番所っていう店ですね。大体ここに来てるのは、山形だ、仙台、福島の人ですね。おしゃんは、おくちゃんは以前親戚と、来たことがあるのであれなんですけど、今は親戚いないんですけど、おくちゃん一人だけになってた。天涯孤独のおくちゃんですよ。番所営業時間8時半から17時まで、8時半、ご飯食べるところもあるんですけど、 こんにゃく持ってますね。こんにゃく、味のついたこんにゃくです。こんにゃくの加工品っていうかな、いろいろな味がくっついてるこんにゃくですね。こっちがご飯を食べるところですね。デザート、こんにゃく、僕ちゃんの愛用のこんにゃくじゃないかな。いつになったらこのこんにゃくが売買できるのか。この子ちなみにあそこのなんだ、郡山と、二本松じゃなくて、元宮町のあそこのお店は潰れてしまいました。僕ちゃんのお友達の同士の店がなくなっちゃいました。こっちがお店ですね。こんにゃくの売ってるお店、味がついてるんですね。いろいろね、いろんな味くっつけていってるんです。群馬県の方にもあるかもしれないんですけど、山形もこんにゃく、あとここに来る途中にビニールがかぶさってるビニールハウスありましたけど、あれさくらんぼのビニールハウスでしたね。山形はさくらんぼの名産地ですから。じゃあ500円くらい買って行ってきますよ。ちょっと待ってね。今500円分だけ、500円分だけ出しとかないと手が塞がっちゃって、手下がいないから、子分がいないから。そう、500円、500円だけ、500円でトータル600円に税込みで、525円でいい。520円、あ、ちょうどあったこれ、そう、
ましょう。福島県の本宮で違うこんにゃく買おうかなと思ってたら、お店が倒産してたので、こっちで本物のこんにゃく買いました。違うこんにゃくってなんだって、あれです、あれ特殊こんにゃく、これでしょ。じゃあ500円以内の買ってきて、あれします。今日はここで食べるの売ってないんだな。まっす、まっすですよ、まっすまっす松坂井、松坂井です。松の水です。松の水こんにゃく、こらしょ、お客さんが来ちゃったな。マスの水こんなになって、ラウマスの水こんにゃく、難しいな、これ10年くらい前にもらいました。米沢城で見たような、米沢城玉こんにゃく、あ、520円じゃ買えなかった。考えてみたら消費税 8円だったから525円じゃなかった。15円足りない、525円用意したんですけど。どうしよう、これ食べるやつも、これもみんな焼き鳥みたいなんですけど、こんにゃくなんです。焼き鳥みたい。お団子ではタコ天、とりあえずこれ、あとであれしよう。こんにゃく蒸しパン、本当だ、蒸しパンっぽい。12、3年ぶりに来ました。こんな感じの、玉こんにゃくにメンマが入ってる。これか。あ、これメンマもくっついてるんですね、これね。あ、これいいや。自分でこれ作れるんだ。これ混ぜれば。あ、これいいや。簡単で。これなんですよ。こんにゃく、メンマ。これにしようかな。
持ち帰り、うん、あとはお昼用になんかあれします。どうしようかな。これと面白いのにしてみます。これとタコテこれにしてみます。面白い。お金の計算が違うな。全然こうだそう。このメンマ、メンマこの簡単にできるのでね、教えてくださいね。これうまい。みんないろいろ味付けてあるんですけど、これなんだっけ、カードは使えないの、カード使えない。このタコ、あ、すいません、このタコ天と一つと、はい、あとこのあれ、ここにあります、焼き鳥、はい、すいません、これはこちらも、はい、これ一緒なんです、はい、じゃあこれ蒸し、はい、これ買います。これとはい、以上で820円になります、はい、はい、暗くて見えない。はい、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 これいいか、これいいや、もう涼しい、クーラーが効いてる。あ、すいません、いただきます。これがタコ天と、これが焼き鳥ですね。涼しい。バイクで来てるから暑くて手が取れなくなっちゃった食べてくる。
山形県の丹野こんにゃくさんですね。で蒸しパン、蒸しこんにゃく蒸しパンですね。触った感じは蒸しパンと同じですね。これはメンマがくっついてて、このタレもくっついてますから混ぜるだけで便利ですね。じゃあこれ食べてみます。呼ばれた、はい、呼ばれました。ありがとう。ここ涼しいな。クーラーがあって涼しいです。これ食べてみます。味付けはみんなそれに似せてあるんですね。食感も焼き鳥に似てますよね。味も。焼き鳥そのものっていう感じです。食感も味も。ちょっと分解してみますか、中に。分解。よくこの黒芋はよく見ればこんにゃくって分かりますけどね。こうやって見ればこんにゃくって分かりますけど、食感は肉ですね。味もこれ、ネギはどうかな。これは本物かな。これは本物っぽいんですけど、ネギは本物のような気がします。本物だった。ネギは本物ですね。これがこんにゃく。これもそのものです。食感も、うまい。茶好きだから茶がうまいですね。これは何でしたっけ。これタコ揚げじゃなくて、タコ天ですね。タコ天
個天食べてみます。衣は普通の天ぷらだと思うんですけど、衣は普通のあれですね。中がタコっぽいですね。タコ。これ本物じゃないかな、これこんにゃくなのかな、これ、うん、なんかすごい本物っぽいんですけど、うまい。聞いてみますか。あ、すいません、これタコ天って、これこんにゃくなんですか。これタコを、はい、こんにゃくで巻いたものを天ぷらにしてあります。はい、わかりました。タコをこんにゃくで巻いたものらしいです、ね、こんにゃく料理ですね、これこんにゃく料理。タコを、これもう一枚袋に入れますか。どれがこんにゃくなのかわからないです。これかな、これかな、なんだかよくわかんない。これがこんにゃくですね。これがこんにゃくですけど、少しこうコキコキするような感じにこう作ってありますね。これがタコかな、中に入ってる、中に入ってるのがタコですね。これがこんにゃくで、これが衣ですね。コキコキしてて、なんか本物のタコっぽいあれ味ですね。美味しいですね。なんでそうなったかわかんないんだけどね。あ、マリコや。これがこれですこれは。あれですね、よくお店に行ってみたらし団子とかあんこの団子とか食べる感じで食べるといい、食べに来るといいです。家では作れないですね、難しくて。美味しいお茶も飲めるし、お茶美味しいでしょ、これ。お茶うまい。
茶が美味しいからなおさらいいですよ。すいません、お願いします。はい、どうかったな、どっちも違うこんにゃくのお店は潰れてましたけど、違うこんにゃく売ってないかな、道筋で違うこんにゃく、あっちのこんにゃく屋さんを町のこんにゃく屋さんを探さないと。お前の言ってることはこっそりどうだろうっていう、こっそりどうです、こっそりどうがないか、本物のこんにゃく買っちゃったよ。じゃあ行きますか、オートバイのツーリング13時半ですね。